ハイナオジャパンニュースアップデート。アロハ、ハイナオジャパンニュースアップデートへようこそ。松本裕太です。ハイナオジャパンはハワイで最も視聴されているテレビ局、ハワイニュースナウの日本語オフィシャルコンテンツです。毎週ハワイで報道された最新ニュースをご紹介しています。それでは1月13日のニュースです。現在カハラにあるワイアライカントリークラブではゴルフのソニーオープンが開催されています。大会期間中にはパンデミック時の2倍以上となる6万から7万人の観客の来場が見込まれています。今年のソニーオープンには日本人選手を含む144人の世界トッププレーヤーが出場。昨年の優勝者は韓国のキム・シウー選手。ソニーオープンは14日日曜日まで開催されます。日本からも多くのゴルフファンがソニーオープンを訪れています。水曜日には大会をサポートする20人の日本人ボランティアチームもハワイにやってきました。彼らがボランティアとしてソニーオープンをサポートするのはパンデミック以降実に4年ぶりです。ボランティアをまとめる吉野さんによると、この日本人ボランティアチームは全国各地から参加しており、大会のための準備には約半年を要したそうです。I'm too excited and I want to stay until like next year. This place is very great for Japanese people. It's so comfortable and Japanese players are here and we like to support them. Yeah, how many years have you been coming to Hawaii? 23. You've been here 23 times? 23 times. First time is a visit in 1972. Yeah, very nice. Hawaii is very nice. They bring a special energy. Very shy, but very respectful. We love it. We love it here. He's my captain. Always invites them back every year.大会を裏で支える日本人ボランティアチームの活躍が大変誇らしいですね。ハワイアンモンクシールが私たちも親しみのあるビーチに現れました。アラモアナビーチです。砂の上で気持ちよさそうに横になっているのは、これまでにワイキキ・カイマナビーチで2頭の赤ちゃんを産んだことで有名なカイビです。辺りにいた人はルールに従い15メートル以上海岸から離れ、一緒にハワイの暖かい日差しを楽しみました。一方、こちらは現在のマウナケア山頂。一面雪で真っ白です。周辺の気温は氷点下1度、風速22メートルと非常に強い風が吹き荒れているため、現在山頂への道は閉鎖されています。 US ニュース&ワールドリポートがアメリカで最もロマンチックでゆっくり休める目的地ランキングを発表しました。1位と2位に輝いたのはハワイです。第2位はラナイ島、そして栄えある第1位はカウアイ島です。綺麗な夕日、手つかずのビーチ、アクアマリンの空、観光地としての人工的な華やかさはこの島には全く必要ありません。カウアイ島を代表する絶景スポットとしてナパリコーストは世界的に有名ですね。近い将来、ハワイ諸島間の移動で使われるかもしれない乗り物のご紹介です。そちらがこのシーグライダー。シーグライダーは電動式で排出ガスはなく、水面の上約10メートルから20メートルをおよそ290キロで飛行します。2021年から小型機でテスト飛行が行われています。 We're moving into the full scale prototype testing, which will then launch the commercial assembly of this vehicle. We're looking at mid-decade here. So, you know, 2026 is just around the corner. このシーグライダーは現在アメリカ沿岸警備隊と連邦航空局で承認手続き中です。旅客機として使用される場合の座席数は12席で、
運賃は片道30ドルだそうです。どんな乗り心地なのでしょうか。今からとても楽しみですね。以上、1月13日ハイナオジャパンニュースアップデート、松本裕太がお届けしました。ハイナオジャパンニュースアップデートをご覧いただきありがとうございます。次のビデオ視聴とチャンネル登録もお忘れなく。それでは次のビデオでお会いしましょう。アロハ。